今年もお集まりいただき感謝感激なのだ。うむうむ、貝原みちるの誕生日パーティー存分に楽しむのだぞ。ねえ颯、何これ？何ってみちるの誕生日パーティー？そうじゃなくて、何なのよこの暑苦しい集団は。私もう帰りたい。まあまあ、せっかくみちるが招待してくれたんだ、盛大にお祝いしようじゃないか。うむうむ、そうなのだぞ。ここあ、急に近づいてこないでよ。じゃなかった。お誕生日おめでとうございます。これプレゼントです。ココアと二人で選んだんだ、よかったら使って。おお、これはホットアイマスクですな。実はこの頃パソコン作業ばかりで目が疲れていたのだ。ナイスプレゼント、ありがとうですぞ二人とも。僕からもお祝いを送るよ。はい、今みちるのスマホにデータで送ったから。お、お、おお、これはもしや鉄板の幻の SE 種？師匠、ココア、ハヤテ、やはり私たちは運命のユニットだったのだな。は、はあ？まだ短い付き合いながらこんなにも私のことを理解してくれてるなんて、私はとても嬉しいのだ。ちょっと抱きつかないでよ、ハヤテ、どうにかしてよ。じゃあ私も抱きつく。なんでよ。うん、仲良きことは美しきことというやつだね。